こんばんは。ですね、ちょっと、YouTube をね、見てて、なんか面白いのをね、見つけた。なぜかね、録画が止まりました。ちょっと話、さっきのずっと切れて聞こえなかったかもしれないんでね、エンジン機をね、電動に改造するのと、電動機をエンジンに改造する。まあ、これは逆はないと思うんですけどね、なぜか文面にはね、電動機をエンジン機に改造ってそっちの方を書いてたからね、ちょっと不思議な感じかな。普通はね、エンジン機を電動機に変えることはあるんですけどね。はい、これで大方いいかな。これでまあ一応飛行機、紙飛行機の出来上がりになります。これでね、長さ、ギリかな、20センチちょっとオーバーしたな。プリンターは20センチまでなんだよな。これ22センチぐらい、あ、対角線にプリントすればいいか。ですね。そうしよう。はい。じゃあ、これを、作りたいと思います。だと多分見にくいよな。見やすいようにちょっと斜面つけて、で、まず真ん中っていうか、まあセンターですよね。これの、どこかしようかな。ちょうど一番隅っこですね。これを測ろう。何センチか。8センチ、はい、8センチ、まあちょっと真ん中があれか、ここがつながってないから、あ、違うな、やっぱし、7.7 かな、7.7、まあちょっとややこしいんで、真ん中測ろう、中心から、1、2、3、4いかないな。3.9。これ多分5ミリなんだよな。3.9。だから、ここ一番左のスケッチ作成。で、どっち向きにするか、ちょっと、まあ、平らな方向で、これこう、あ、これ今、50、この50のメモリって何だろう、50ミリかな、違うよね、25、5ミリよね。5、10、15、20、25で、2センチ、5ミリだから、25、30、35、違うか、ちょっとわかんないな。一回ちょっとこれで線で中心から、なんだこれは、ここで50ミリだ。やっぱミリか。5センチね。ちょっと一回キャンセル、線を選んで5、4、5センチ。さっき 3.9 だったから4、2センチ、5ミリ、2センチ、6じゃないよな。ちょっと分かりにくいな。ここからここが2ミリ、
39だから40と一緒だな、もう。ということは外から2番目ここだな。はい、外2番目ちょっとで、長さ長さ19じゃないな、19 18.5、ちょっと形違うな、ちょうど間だな。うん、完全に同じに作るのめんどくさいな。18.8、 ちょっと違うな、19だな、これ19っちゅったら190。これどこから測ってんだ、これ。190、ここ200だから、ここかな。190。コロコロとなんか単位が変わるっけな。で、反対側に降りて、やっぱこれなんかあれだな。これでいっか。で、今度は下側。はい、下側。これが長さ。長さはだいたい3センチぐらいの幅が3点ちょっとあるかな、 3.5 もないよな、 3.2 ぐらい、 3.25 1,2 ちゃな、5mm、 これが 5mm よな、なんかちょうどこのプラスのとこに行かないな、 5mm か、 3.3mm、3センチだから30ミリ。ここよね。ここからの隣に30だから、ここの位置だから、ここか。ここですね。ここに来ての、んで、あ、これまたちょっと前に行ってんな。厄介な形してる。まっすぐじゃダメなのか。こことここのね、間なん、1センチないよな。かといって5ミリぐらい。うん。ちゅうことはこれ今何センチだ。一目盛りが5ミリか。それっぽいね。ちゅうことは中心の真ん中で一つ上のここ5ミリで、反対側も同じように一個先のこことこっちで、スケッチ完了終了して
こんな形ですね。大体。で、これまたスケッチだけなんで、真っ平らですよね。これを、作成の押し出し、まあ自分よく使うんですけどね、これを上に何ミリをこうやって持ち上げるとね、こう立体になるんですよね。ただこれ11センチもね持ち上げたら薄くできないんで、1ミリでも結構分厚いよね、紙なんだから。うん、1ミリでも結構分厚いんで、0.5 ミリ、うん、多分このぐらいが限、うん、まだ薄くは数字的にはできるけど、0.5 ミリ、OK、はい、これで 0.5 ミリ上に引き上げます。これでね、よく見るとね、こんな感じ。0.5 ミリ、もうちょっと、あと、ちょっと近すぎた。あ、違った、こうか。はい、こんな風にね、よく近くで見ると、こんだけね、0.5 ミリ上がってます。はい。じゃあまた、これじゃあ今、単なる真っ平らなんでね。よいしょ。はい。じゃあ、ここにね、また、この、持つとこ作らないといけないんで、またさっきのねスケッチを触って真ん中ちょんと踏んで、また縦の棒を、どこからか、下からでもいいか、ここのつなぎ目のところにポチッと押して、で頭のとこにちょんと、そしてスケッチ終了。多分これでいいんじゃないかな。この一本線で作ったことないんだけどな。今これで右と左、今分かれました。はい。でこの真ん中のやつ、作成ポチッと押して、また押し出し、簡単ですね。押し出しばかし でこの真ん中を狙う、真ん中、狙えないですね。細すぎて狙えない。まあそんな時はキャンセル1回して、真ん中を選んでから右クリックの押し出し、出てんのかな、これ出てませんね。線じゃダメなのか、線じゃダメなのか、うん、どないしよう、キャンセル、どうしようかな。できると思ったんだけどな。これは選べるよな、まだここでは。ここで押し出しで青いままじゃないんだよな。どちらかを選べと。うん。一本線やっぱ難しいね。じゃあちょっとキャンセルしようか。バック。ほんじゃ、ちょっとズームと。相当ズームさせてから、目を細かく。これが何ミリ単位かわからないけど。これで、これ選んで、一つ横っちょに出してやるか。うまいこと、これが6個いかないね。ここでいいか。じゃあ、もう大方でいいや。あれ？これなら別に、お、すげえ。これ、一メモリ 0.05 だ。あ、違うな、0.005 か。すごいな。じゃあ、四角選ぼう。
ちょっとこれキャンセル。キャンセル。キャンセルしての四角を選んで、一コマ左を選び、で、ぐーっと持ち上げるけど、これが、ちょっと、映像ちっちゃくしての、上に行く。0.05 なら本当、あら、これ今結構アップしすぎたか。はい、これここだな。ここでいっぱいいっぱいですね。これで完了。これで、まあ見た目線にしか見えないんですけどね。これを選びの、おっと、押し出し選んで、これで真ん中選べるはずなんだな。あ、やべ、真上から。選んでの、ちょっと近すぎるんだよな画面。たらね、上矢印、これこれ、このね、上矢印っていうのが出るからね、これを持って上に上げる。でこれ何センチぐらい、これまたあれだな。4センチぐらい。4センチぐらい上げる。4センチね、結構。はい、4センチ、40ミリ。で、結合のまま。けど、これをどうするか。とりあえず、これもまた切っちゃえ。と、これでいいかな。で、右下の隅、あ、こっちじゃないや。こっちを外側選んで、左を下側を選んで、やっちゃうな。まず線を選ばんといけない。線を選びの、あれ、なんかこれ、線を選んで、右上を選ぶ、まあ、出ちゃうのか。で、左下を選んでつなぐでもって、スケッチを終了。で、今度、この上側がいらないから、押し出し。で、上を選ぶ。あれ？切れてないね。あれ？今度は切れてないね。なんでだ？どこかミスったか。どっか線と線がつながってないのか。いやー、まあ二等分にはなんか違うんだ。どうしようかな。選べると思ったにな。キャンセル。じゃあね、こうしよう。一回戻って、戻って、線が消えたよね。で、この線分で、右上を選んで、左下を、選ぶ。で、左上を選んで、
右上をで囲んであげる。囲んであげてスケッチ終了。これならこうやって分けれるから、で押し出しを選んでちょっとどいてもらって、これを選びの今青を選んだかな、こっちを選んで、でちょっとこれを横に倒す。そうすると矢印が出てるんでね、ここでここ操作のところを切り取りにして、これをグッと左に、下だけじゃ残ってんのかな、いや切れてるね。はい、じゃあこれで OK。 おっと半分残った、逆だったか、しまったな。戻す、あ、戻さんでよかったか。まあ、これ切れてる状態に、で、押し出しの上、まあ、今選んでる状態かな。ここを選ぶね。で、これを切り取りの、今これ片方なんで、方向がね、これを、対称でもいいし、2つの側面でもいいし、選んであげて。そうすると上と下両方ともに、切り取りが可能になったんで OK。 はい、これで一応は飛行機、紙飛行機と同じっぽいけど、まだちょっとねこれ後ろがねまた嫌なことにちょっと斜めになってんだよな。ここがね、ここがこことちょっと斜めになってんだよな。ここもちょっと真似てあげないとあれかな。ということで、ここからもやっぱり1センチだな。1センチぐらい。1センチか。これ1センチ。またこの左上のスケッチを選びの。これ選びの。で、線分選んで、右下を選びの。これがどうなんだろう、このメモリが一区切り5ミリか。ちゅうことは2メモリ、2区切りの左上、ここだな、こっち向きをね、はい、で選んで、で右上選んで、でスタートに戻る、でスケッチ終了で、でまたさっきと同じように押し出し選んで、孤立を選んで、対象、切り取りで、孤立をちょっと横に向けてあげると、矢印が出てるからそれを引っ張ってあげるとこんな感じ、赤くなって消えますよと。で、OK。よし。はい。これで、どうだ。これで飛行機の、こんな感じ。ですよね。うん、綺麗にできた。これ持つとこ何ミリだろうな。0.05 だったから 0.01 になるんじゃないかな、これ。持つとこ細すぎるよね。あら。多分これここね持つとこなんだけど、ここでね、なんだ検査、これで左の隅と右を選ぶと長さがここに出るんだけど、距離が 0.00 ミリ、ちょっとね細すぎたって感じかな。うん、プリントできるのか、細すぎたっぽい。あ、なんだこりゃ、あ、なんか変なことになっちゃう。これ選ぶとこ間違ってるな。2番がなんか違うとこ選んだな。ここ
ょっと細すぎるな。参ったね。ちょっとこれちょんと。細すぎたから余計なんかややこしくなったの。真上からこここことここん？選べてんのかなこれ。 0.005 ミリ。うん。ダメだ。細すぎる。ちゅうことで、これはどうやって引っ張ろうかな。うん、ちょっと一個ずつするか。はい、ちょっと一個ずつしよう。この、ちょっと横に向けて、押し出しで、こっちの左の側面を、持つとこどのくらい？ 1 ミリだから 0.5 ミリずつ増やすかな。0.5 ミリ。これな、ここだけ押すとね、大文字になってるんでね、一回一回ここに上の部分をね、選んで、5を選んで、やらないとなんか、エラーが起きるんだよな。で、今 0.5 ミリ、今左に引っ張りました。引っ張ったよね。OK は押せないんだけど。OK。なんで OK で押せない？おや？ 0.5 引っ張ったんだけど。0.5 じゃ OK くれないのかな。5。ああグレーのままだな。ああダメか。じゃあ 0.9。 0.9 なら OK 出たか。 OK 出たね。0.9 は OK なんだな。でもこうすると両方広げるんでね。5じゃない。6？ 0.6。 あ、ダメか。OK くれんね。じゃあ7。もうあと8しかないよね。9は OK なんだから。8も OK。0.8 ミリ OK。はい。OK。じゃあ、反対側も。押し出し。選んで。0.8。で、結合で OK。 はい、これで持ち手のところが何本になったか。左選んで、あ、見えねえ。で、右選ぶ。1.61 ミリ。ちょっとぶっといけど、まあ、いっか。じゃあこれで作りましょう。はい。じゃあちょっといいかな。これ右と左が、まあ、真ん中で切れてるんでね。まあ多分関係ないと思うんですけど、念のためね、結合。結合、左、あら。これも全部結合されてんのか。ターゲット1個選んだだけなので全部が青くなったんで、全部結合されてますね。しなくていいや。はい、
これで完成です。大丈夫かねこれ。まあいいか、いいんか。じゃあこれを一旦保存。うん、無題だけど、あ、これ無題を名前変えなきゃいけない。なんて書こう。日本語っていうか、まあ漢字とか、まあ使うとなんかバグるんでね、字が。だから飛行機ね、飛行機エアにするか。AIR 新規プロジェクトで保存。はい、保存しました。はい、じゃあこれを、プリントできるようにするためにファイルのエクスポートで Air の V1 っていうファイル名に勝手に書かれるんで、まあ書き換えれるんですけどね。この状態でこのタイプをプリンターが読めるやつに変えるんですけどね。一番下から2番目、まあこれはまあパソコンによるかな。STL ファイル。だいたいこれがね、主流っぽいんでね、STL を選んで、今、これ、メモリー入ってないじゃん。普通ならね、このままね、パソコンつないでたら、あ、プリンターをね、プリンターとつないでたら、このままあのプリントできるんですけどね、どうもね、その設定がうまくいってないんで、一回一回ちょっとメモリーカード通して、ね、やります。もう深夜の12分じゃん。はい、じゃあとりあえず、あ、消えた。はい、STL ファイル、ちょっと一回キャンセルでしょ。D ドライブを読まないんでね。じゃあエクスポートで D ドライブの STL で、Air の V1 ね。で、エクスポート。そうすると、あの、プリンターが読めるね、データに書き換え、3D のね、さっきのモデルを、データにね、書き換えてます。これがね、まあ、データっていうか、まあ、複雑なやつほどね、時間かかるんですけどね、多分、すぐ終わると思います。まあ、出だしはね、ちょっと遅いんですけどね、案外ね、ひょこっと早くなりますんでね。もう32分か、早いな。あっという間にね、ほんとこの簡単な形状でもね、やっぱまだ初心者なんでね、いろいろと、つまずいたりして合計、時間かかります。はい、完了しました。完了ってなったらもう閉じていいんですけどね。はい、閉じます。ん、消えない。はい、消えたらね、今度あのプリンター、ああ、そうか、今のはプリンターじゃないな。こっちのね、3D モデリングかな、ちょっとなんかちょっとわからんけど、アルチマーカーかな、キュラっていうやつのアプリをね、ちょっとこれあれだ、ネタバレだ。はい、ちょっとこいつを削除します。で、さっきね、作ったやつを、読み出します。AIR の V1。はい、ありましたんで、これを開くと、さっきの飛行機がね、枠外になるんですけどね。これを選んで、右ボタンを押していと、選択内容を中央に移動。ポチッと。移動しましたね。でもこれまだあのこんな感じでプリンターからはみ出てます。ということでね、左一回これ選んで、この回転させるを、なんかすごい複雑な形だな。青いやつを持って回す。
そうすると浮き上がった。はい、上に浮き上がったんでこれで OK な。はい、ギリギリかな。はい、じゃあこれをねプリントするためにこの右側にね鉛筆のとこがあるんでね、映ってんかなこれ。はい、鉛筆のところを押して、まあだいたいディフォルトでもいいんですけどね、まあ、ノーマル要は画質みたいな感じ。印刷オンとちくまあ、ここが一番多いか。品質レイヤーの高さ 0.2 とか、まあこれをね、まあ 0.2 っていうか、まあ 0.2 ノーマル変更破棄、はい、ノーマル、まあ大体これなんですけど、さっきちょっといじってたんでね、そのデータが生きてたんで。で壁の厚さ 0.8mm、 これがあのまあ要は、まあ、かそのままだな、壁の厚さだね。要は中が空洞なんでね、普通ならこれ今薄いんでね、もう壁しかない。で、まあ、この辺はなんかウォールライン数とかわけわからんけど、もうそのままでいいです。でトップボトム、要は上側と下側の、まあ厚さ、これももう 0.8 って壁と一緒なんでね、一緒だ 0.8。でインフィル、これがねもし肉厚のやつ作った場合、その中身のね空洞感、初期が 20% になってます。まあこれはもう中空洞どころじゃないんでね、もうそのまま20にしても多分壁が 0.8 だから、もう 0.8 と 0.8 でね 1.6 のもう壁の飛行機だね。で造形温度、これは多分意味ないと思う。造形の温度はあの認識してないと思うんでね。で印刷温度、これがねフィラメントにね書かれてる温度を入れた方がいいんですけどね、だいたいあの PLA、フィラメントの PLA っていうやつはね230度なんですよね。だから230度に設定します。おっと2300度になってる、溶けちゃいますね。バツ1個して、これでどうだ230度。でビルドプレート温度、要はここの印刷台の温度ですね、下のこれがね高いと、このプラスチックがね溶けすぎてね剥がすとき大変なことになりますんで、もうこれ、もう一回これ一回ね失敗したんでね、30度あのくっつきが悪いとね温度を上げた方がいいんですけどね、くっつきがね良すぎるとね逆に下げた方がいい。30度設定、はい。で、印刷速度、これが印刷の速度でねシャー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 、プリントするんですけど、まあそれのね時間に関係します。今これ40ミリ毎秒って書いてるけど、本当は100の方が早いんだよな。ただね100だとどうだろうな、まあここ縦だから多分100でも関係ないと思うね、1本だから。これがねロの字とか、まあこう動き回る大きい物体の場合は、その品質がちょっと落ちるかな、物によっちゃあの下の台が崩れてねうまく印刷できないんで、まあここはもう100でいけると思います。100で半角にして OK。この辺の移動ですね、移動速度とか引き戻しって距離とかあるけど、まあ無視していいです。で冷却、まあ印刷中の要はフィラメント冷やしながらね印刷する
を今チェック入ってます。ものによっちゃ切った方がいいのあるけどね。でサポート、これも下がねべったり、土台にくっついてるんでサポートはいらないし、ここのね持つとこもね下からずっと積み上げていくんでね、いらないです。もうよくね宙に浮いてるやつ、それを印刷するときはサポートあった方がいいんですけどね。でこのスカート、ビルトプレート密着性スカートはね、単にこの枠、要は縁取りみたいな感じで1本か2本、印刷されて、まあ目安みたいなもん、まあいらないっちゃいらないけどね。でブリムはね、ブリムはこの今から作るやつ、これにね要はなんだろうな、もう一回り大きいのがこうくっつく、ベタっとくっつくっていうか、まあ一層目がこのね部品とねくっついてしまうんでね、あんまし良くない。でラフトで、ラフトをねするとね、要はあラフトいらねえや、なしでいいんだけどね。ラフトを使うと、まず土台を作ってからその上に印刷物を印刷するっていう形になりますんでね、要はちょっとこう細いものとか印刷するとき、そうするとね下にねくっつきが悪いときあるんでね、そのときはそのラフトを使ってまず土台をね、つきやすい土台を作ってからしたらね失敗しないようになりますんでいいです。で今一応なしなんでね、なしで、でスライス終わったらスライス、これでねデータの書き換え46分、この飛行機を作るのに46分で 13g で、使うのはね 4m33cm のフィラメントを使います。でこれをね、まあ、プレビューとか押すとねこういうふうにね、印刷されますよって、ちょっと右の 棒グラフっていうか、これを下げるとちょっとこんな形に、なります。日本と牛こんな感じで作りますと、はい、じゃあこれをリムーバブルドライブに保存。でもあっという間に保存されました。これがね G コードっていうねファイル名で、ね、保存されるんでね、これがプリンター読める、形式っていうかねなります、はい、じゃあこれで、メモリを抜いてプリントするだけ、46分間、だいたい合ってますけどね、若干のね時間のずれあります、はい、以上になります。